度新商品の、メタルジグフラットのリアルカラーってやつ。ちょっと3種類あるんやけど、1種類しかなかったんで、とりあえず買ってきたんやけど、28g、ね。これ、100円なんやけど、針がどっちにもついてないよね。だから、シャープ4番のトレブルフックと、13号のアシストフックを前にして、で後ろにこのスイベルブレード、スイベル付きのブレードをつけてチューンアップしたらいいんじゃないかなと思います。今からちょっとやってみます。リアルカラーダイワとか、ね、そのメーカーにもあるような立派なカラーします。なんか釣れそう。これにつけてみます。こんな感じで多分バランス的に14番、シャープの14がちょうどいいんじゃないかと思う。何もついてないけどね、ここに。顔前にこれをつけて、これがアシストフックね。13号、多分これでちょうどバランスがいいと。13号のアシストフックに14、シャープ14のトレブルフック、これで投げたら、もしあれやったらこの先にサビキ、ジグサビキつけてもいい。これにつけないといけない。ここに。今度は、スイベル付きのブレードを、つけとく。多分、青むのは、こういう、キラキラ、これがキラキラ回るよね。こういうのが光った方が、釣れるんじゃないかな、っていう予想で。まあ、邪魔やったら、外したらいい。ぜひ3種類集めたかったんやけどね。こんな感じ。これで出来上がり。はい、痛い痛い痛い。こんな感じで。ちょっと絡むかもしれないですね。あとこれをこう、ラインにつないだら、